石碑、中谷宇吉郎。学生頒布70年の記念式典の新聞記事を読みながら、ふと思いついた話である。どこかの国民学校で児童たちを連れて遠足に行った。雨上がりで足を滑らせた児童の一人が川に落ち込んだ。その時先生の一人がすぐ濁流に飛び込んでその児童を救い上げたが、自分は濁流の中に流されてしまった。こういう場合にはその場所に石碑が立つであろう。そういう実例が確か東京の近くにあったように記憶する。ところで30年間、国民学校の先生を務め上げて、その間に何十人というわんぱくな児童たちを何百回と遠足に連れて行って、その中の一人をも川に落とさなかった先生もたくさんある。そういう先生が退職しても、まず石碑は立たない。教育の仕事は、うまくいった場合には効果は目立たない。そしてどんな無茶なことをしても、その人の在任中に悪い結果が現れる心配もない。いわば張り合いのない仕事であるが、それだけに大切な仕事である。教育の仕事だけは、人気取りを必要とするいわゆる政治家に任せたくないものである。